皆さんこんにちは。こんにちは。愛知県立明和高校放送部です。私たちが日々学校生活を送るここ明和高校は、尾張藩の藩校である明倫堂をルーツとする200年以上の長い歴史を持った学校です。そんな明和高校は名古屋市の真ん中に位置していますが、皆さんはこの名古屋市にどのような印象を持っていますか？多くの芸能人、スポーツ選手を輩出している、住みやすいなど、たくさんのいいところがあると思います。しかし残念なことに、昨年名古屋市が独自に行った都市ブランド力調査で、全国主要8都市の中で最も魅力がない街になってしまいました。さらにこの魅力度最下位という残念な結果に対して、多くの名古屋市民が当然だ、残念だが仕方がないといった感想を持っています。この結果は新聞や週刊誌、ネットニュースなどで報道されていたので、ご存知の方も多いかと思います。このことについて我が校の生徒にも取材をしてきました。名古屋飯などといったご飯が美味しいという意見もありましたが、多かったのは東京や大阪に比べてこれといった名所が出てこないや、友人と遊びに出かけられるような場所が少ないなど、ネガティブなコメントでした。しかし名古屋には皆さんがまだあまり気づいていない魅力がたくさんあるはずです。今回は明和高校のすぐ近くにあるまだあまり知られていない都市名古屋の魅力をたくさんお届けしていきたいと思います。まずは女性が活躍できる街、名古屋についてです。レポーターの鵜飼さんに愛知県女性総合センターミル愛知に取材に行ってもらいました。ミル愛知というと明和高校からも近く、我が校の生徒にとっては自習室といったイメージがありますが、いえいえ、ミル愛知には女性の活躍を応援する多様な施設があるんです。それでは VTR をご覧ください。どうぞ。私は今明和高校前にいます。これから明和高校近くのおすすめスポットを紹介したいと思います。それでは参りましょう。私がご紹介するミル愛知は明和から歩いて約5分、明和生もよく勉強しに利用するところなんです。ここがミル愛知です。ミル愛知ではさまざまなイベントが開催されているのですが、一体何の目的で作られた施設なのでしょうか。それでは早速中に入ってみましょう。こんにちは。所長の小池信澄と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小池さん、ズバリミル愛知とはどういった目的の施設なのでしょうか。ミル愛知は、正式名を愛知県女性総合センターといいます。愛知県の男女共同参画社会づくりの拠点として設置されました。ここには毎日たくさんの方がお見えになって、勉強したり余暇を楽しんだりされています。特に女性の方々の社会進出を応援しています。なるほど、はい、ここはどういったお部屋なんですか。はい、子どもの部屋といいます。子どもの部屋では、ウィル愛知を利用されるお母様方が、安心してお子さんを預けて、勉強したりフィットネスをやったり、できるように設置したお部屋です。週に3回保育士さんがお見えになって、託児を受けております。なるほど、子どもを持つお母さんでも安心ですね。はい、このウィルホールは800人収容の大ホールとなっております。わ、ここではどんなイベントが行われているんですか。はい、コンサートや演奏会など皆さんの発表場となっております。明和高校の吹奏楽部の皆さんも、ここで発表されていますよ。そうだったんですね。はい、小池さんとお別れし、続いてやってきたのは、こんにちは。こんにちは、ミル愛知情報ライブラリーの辻と言います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。情報ライブラリーというのはどういったものなんですか。はい、こちらの情報ライブラリーは男女共同参画の専門図書館です。それから、貸し出しももちろんしているんですけれども、こちらにあるような、男女共同参画について分かっていただけるようなパネルを作ったり、それから、展示をしたりしています。こちらには愛知国際女性映画祭で上映した作品も DVD 化されたものを所蔵したりしているんですよ。
愛知国際女性映画祭というのはどういうものなんですか？はい、毎年9月にこちらで開催している国内で唯一の国際女性映画祭です。世界各国の女性監督をお招きして、ここでしか上映されない作品がたくさんありますので、よかったら皆さんぜひまた今年も予定をしております。参加してください。いやー、非常にたくさんの施設がありましたね。子育て中のママさんも安心して利用できますね。そうなんです。映像では紹介しきれませんでしたが、他にも手軽に利用できる宿泊室やおしゃれなカフェも併設されているんですよ。本を借りるなどして、このカードにポイントを貯めると、施設内のカフェでコーヒーが一杯無料で飲めるなどの特典制度もあるんです。なるほど。ミルアイチが積極的に活用されて、さらに女性が活躍できる社会が前進するといいですね。鵜飼さん、レポートありがとうございました。ありがとうございました。さて、続いて誰にレポートをしていただけるのでしょうか。はい、次は私南條結衣が歴史都市名古屋について知るために名古屋市市政資料館へ行ってきました。それでは VTR をご覧ください。どうぞ。さあ、市政資料館にやってまいりました。立派な建物ですね。それでは行ってみましょう。名古屋市市政資料館は名鉄瀬戸線東大手駅から徒歩5分にある歴史的な雰囲気あふれる建物です。現存する日本で最も古い高訴院、つまり旧高等裁判所として国の重要文化財に認定されています。市政資料館では建造物や資料の保存・公開をするほか、市民の集いの場として集会室・展示室の貸し出しも行っているそうです。私は今回初めて市政資料館の中を見学しました。わあ、すごい。ここは中央階段室といい、市政資料館の顔といえます。ステンドグラスがたくさんあり、天井のステンドグラスは見上げるととても美しいです。見てください、このステンドグラスとても綺麗ですよ。この正面のステンドグラスは、罪と罰が釣り合うことを意味する天秤がモチーフとなっているそうです。2階も見学してみました。こちらが大法廷になりますね。とても臨場感がありますね。まるでドラマを見てるみたいです。ここは陪審法廷で、かつて陪審庁舎内に設けられていた法廷の主要部分を移設したものです。ここは昭和3年にできたものなんですね。とても古いのに綺麗に残っていますね。今はない陪審員の席もあり、大正から昭和にかけての裁判所の雰囲気を肌で感じることができます。もっと市政資料館について知りたいと思い、本校社会科教諭鈴木和幸先生にお話を伺いました。生徒たちに市政資料館のこんなところを見てほしいなと思うところはありますか？もしやっぱり大正時代の建物であれば、ガラスだとかガラスの枠だとか、今の工業製品と違う作り方をしているんですね。そうすると今だと均一的な歪みとか歪みのないガラスを使っているですね。ただしそれは歴史の建造物だと、やはり手作りのガラスを使っている場合、やはりそれが決して均一なくて、職人一人一人の技量によってガラスに歪みがあったりとか、厚みに変化があったりとか、そういったところへんでやっぱりそのハンドメイドの面白さとか、そういったことをやはり実際行ってみてこそ感じることができると思うんです。やはりそれは生で見た時のやっぱり言葉で言い表せない魅力、そしてその書いた方、そういった制作者の迫力とか、それを伝わることがあります。ですからやはり足を運んで、やっぱり生のその作られた方たちのやっぱりその熱意だとか情熱、そういったものに触れるためには、やはり実際に足を運んで、そういった歴史な建造物とか歴史的な遺産を触れていただきたいと思っています。以上です。いかがでしたか？歴史の趣を感じる素敵な建物でした。そうですよね。実は市政資料館はその美しさと綺麗に残されている状態から、
数々の映画の撮影地にもなっているんですよ。そうなんですか。例えば坂の上の雲や謝罪の王様、花より団子の撮影もここで行われたことがあります。へえ、こんな有名な作品の撮影地だったなんて知らなかったです。というわけで次はレポーターの宮川さんがこういった名古屋のロケ撮影のサポートを行っている名古屋ロケーションナビの方にお話を伺ってきました。どうぞ。こちらが名古屋ロケーションナビです。では早速行ってみましょう。私が来たのは名古屋ロケーションナビです。名古屋ロケーションナビは名古屋で行われる映画やテレビドラマなどのロケーション撮影を支援する組織、フィルムコミッションとして名古屋観光コンベンションビューロー内に誕生しました。平成13年からの15年間で890以上もの作品を支援しています。その活動内容は撮影場所の情報提供をはじめとして、ホテルやお弁当などの情報提供、警察や土木事務所との調整や申請代行、エキストラの協力など多岐にわたります。このような活動を通して名古屋の知名度向上やイメージアップに貢献しています。名古屋ロケーションナビ事業戦略グループの三宅さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。名古屋をロケ地として紹介している三宅さんから見て名古屋とはどのような街ですか？そうですね、私は、生まれてずっと名古屋で暮らしてきまして、すごい愛着もあります。ただ先日の調査で、魅力がワースト1ということで、そういった事実が出てしまってすごい私自身ショックなんですけれども、フィルムコミッショナーとして、この仕事に携わらせていただいてから、街の一角が東京の霞が関に見えたり、北海道に見えたり、海外に見えたり、本当に私たちが普段住んでる街がこういうふうに見えてるんだなっていうのをすごい感じて、監督さんによって撮る絵が全然違うんです。なのでこういった仕事しててすごい新しい発見が多いですし、地元の方だったりとかロケ地になった方がすごい喜んでくださったりすることで、すごい私も嬉しいので、こういった撮影誘致とかロケの支援の PR を通じて新しい名古屋の魅力をもっともっとたくさんの人に知ってもらいたいなって思っております。はい、名古屋にはまだまだ隠れた魅力がありそうですね。本日はありがとうございました。ありがとうございます。三宅さんの私たちが普段住んでいる街が撮り方によって東京にも北海道にも見ることができるという言葉が印象に残っていますね。ロケーションナビがある名古屋コンベンションビューローの事務所の中には名古屋に関連のある作品のポスターやグッズがたくさん飾ってあり、スタッフの皆さんの名古屋愛が溢れ出ていました。昨年の流行語にもなったロケ地をめぐる聖地巡礼が名古屋でも活発になるといいですね。そうですね。というわけで今回私たちはさまざまな視点から名古屋の魅力についてお届けしてきました。名古屋には驚きの魅力がたくさんありましたね。はい、女性の活躍をサポートし長い歴史文化を持ち、さらに映画のロケ地としても使われている。他の都市に勝るとも劣らない素晴らしい都市ですね。今後も名古屋市の発展から目が離せませんね。この番組を通して私たちが生活を送る名古屋市をさらに好きになることができましたね。はい、今後リニア中央新幹線や大型施設の開業、また2026年のアジア競技大会の開催などがあり、さらに進化発展が予想される名古屋市、海外や他の地域からも多くの観光客が訪問することが予想されます。明和高校の近くだけでもこんなにたくさんの魅力がありました。名古屋市には他にも魅力がたくさんあります。皆さんぜひ名古屋市に遊びに来てくださいね。